はい、皆さんおはようございます。ようです。今日は三月二十四日木曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですね、ここ最近ずっと株式市場は非常に好調だったんですけれども、えー、今日という観点ではですね、原油高というところも。 あって少しリスクオフのマーケットになっていたんじゃないかなと思います。まあその一方で引き続きボリュームというものはそんなに出てはいないので、多くの投資家、特にですね期間投資家に関してはまあサイドラインに至って少しマーケットを静観しているような状況が引き続き続いているんじゃないかなと思っております。やっぱりですねこの原油高っていうところがあのあってエネルギー関連の株っていうのが非常にいいパフォーマンスを出してはいるんですけれども、これがじゃあ続くのかどうかっていうところ。 が今、えーまあ、皆さんが注目されているポイントとも、えー、あると思うんですが、まあ、今ですねなかなかその原油高の一服感っていうものが、まあ、出てきてるんじゃないかって言われている一方で、まあ、やっぱりですねこのセクターに関しては、まあ、今後もなかなかその例えばロシアウクライナ問題がまあ解決した後でもやっぱりこういう状況は何か起こった時に、まあ、大きなそのインフレ圧力っていうところがやっぱりエネルギー関連に大きく寄っていくと。 やはり、今回の、その紛争というか、戦争の中で。エネルギーを持っているその資源国ブリックスプラス、まあ、あの、その他周辺国というところと。まあ、と、やっぱり、その、アメリカというところの、ある意味、まあ、アメリカとヨーロッパですね、の。対立構造みたいなのが、一つ大きく見えてきていると思うんですよ。で、そこの大きな緊張感というところが、また再度、別の観点からでも。 出てくるとすれば、またエネルギー価格の高騰というところが予想されるので、まある程度このエネルギー関連のセクターに関してはま一定程度のパフォーマンスを継続して出していける環境にもしかするとしばらくの間になっていくのかな？というふうにはここ最近思っております。やっぱりその政治的なえま影響力というのは非常に。ま、大きなセクターだなというのも、今回改めて確認できたんじゃないかなと思います。しま、やっぱり今の状況を考えてみると。 ソーラーエネルギーだったりとか再生可能エネルギーで十分賄えるほどの環境っていうのは全く整ってないというのが改めて確認されたと思うのでその辺の観点から大きく今後も継続してエネルギー関連のウェイトっていうのは高まっていくんじゃないかなと思います。 で今日はですねその辺に関連した非常に重要なニュースっていうのもいくつか出ているので、えー、その辺を中心に、ね、今日は見ていきたいと思いますその前になんですが、えー、このチャンネルはですねファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりますファンズはですね 個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資ができるプラットフォームになってまして主にですね年収500万円前後で資産は1000万円前後の方々が利用されているあのサービスとなっておりますのでぜひ概要欄の方から見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では指数の方から見ていきたいと思うんですがまずはです、ね、DAO がマイナスの 1.29%S&P がマイナスの1.23% ラスダックがマイナスの1.32%ラッセル2000がマイナスの1.73%となっておりました米国の10年債の金利なんですけれどもキューベースまた非常に大きな動きではあったんですが2.295というところで金利下がっておりましたでまあそんな中ではある一方でドル円に関しては続伸ということで121.14といところでまあどん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  円安がですねまあ、進んでいるような状況となっておりますで今日やはりさっきもちょっと言ったように、えー、非常に重要なポイントとしては原油高114.37なというところでまあ、昨日に気づいてですね2%ちょっとですね上昇しているような形となっておりますで今日のやっぱりその少しリスクオフ感が強い要因としてはまあ、ゴールドが上がっているというところもあると思うんですけれどもまあ、ゴールドに対しての非常に強いまあ、需要というのは継続して 続いていてく、まあ、もしくは別の言い方をすると、まあ、そのゴールドにまあ目が向けられている環境っていうのはしばらく続いていきそうだなとやっぱ結構1%を超えてゴールドが動くっていうことはそんなにないんですけれども、えー、まあここ最近は非常にやっぱりその緊張感高いマーケットっていうのが続いているのでこれぐらい結構ここ最近はまあ動くことが増えてきてますよね。はい でセクター別で見てみると、まあ、当然なんですけれども、まあ、エネルギーユーティリティ関係、まあ、この辺りのエネルギー関連株っていうところが中心に買われていて、まあ、それ以外は、まあ、特にですねあのテックとかっていうところも中心に大きく下げているような状況となっております。はいまあ、あとは金利差っていうところがなかなかですねあの出てこないとその2年債と例えばですけどもね10年債っていうところの金利差、まあ、長期と短,短,短期,と長期の金利差っていうのがなくなってくることによってリザカのなくなってくることによってリザーエカノの 資どん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 銀行株というところは見込めなくなってくるというところもあって少しやっぱりこのマーケットでは厳しいパフォーマンスなのかなと思っております。はい、でチャート的に見てみるとここ数日ぐらいのですね上げをダウという観点ではまあ戻してしまっている一方でまあ昨日も今日も同,同様なんですけれどもまあ引き続き非常に少ないボリュームで え、推移をしているような状況となっております。なので、まあ今のところは非常にその方向感を見極める中でまあ、やっぱり難しい相場だなというのが改めて感じさせられるような状況となっております。あとはですね。2。年債の金利まあ、こちらも同様に少し下がってはいる。一方で、まあ、やっぱりですね。その長期の金利の方がまあ大きく。 下げてるんですよね、まあ、なのでまたその,あのイールドカーブってはフラット化っていうふうに、まあ、その2年とあの10年の金利の差っていうのが縮まっているんですけれども、まあ、その辺りの要因の一つとしてはやはり、まあ、直近のですね今後の利上げ見込みおよび物価上昇の圧力っていうところの継続をマーケットが見ているというところかと思っております。なのでまあこれを見込んでいる限りはそんなに積極的に、まあ、ガンガンリスク抵抗しやすい環境ではないなというか。 ボラティティ高いマーケット続くので、まあ、おそらくその胃がキリキリするような日々が続いていきやすいと思うので、まあ、そのあたりに耐えられるかどうかっていうところで、まあ、この短期の波にまあ乗るか乗らないかというか方向感をまあ出ている時に一緒に乗るかっていうのは決めていくといいんじゃないかなと思っています結構やっぱりですねその非常にスイングというかボラティティが高いタイミングっていうのは ちょっと一歩間違えると最悪なタイミングで入ってしまったりすることも多いですしやっぱりそのフォモっていうふうにここ最近言いますけれどもそのマーケットの流れに乗っていくのが本当に今正しいのかっていうかなかなかなか分かんなかったりとかボラティリティが高いタイミングで入ると最悪な時に入ると一気に逆の方向に 5%10% いったりしてしまうこともあるのでそういったロスに本当に耐えられる自分がメンタリティーとしてあるのかっていうところも まああの今のタイミングで入る一つの考えなければいけない要因なんじゃないかなと僕は思ってはおります。はい、であとは一応これまあ天然ガスの価格なんですけれどもまたまあのコモリティという観点では上がってきたりとか、まあ、あとは小麦の価格は今下がってはいるんですけれどもまだまだ非常に高止まりというような環境ではあるので物価上昇への圧力というのは継続的にまだあのまあ継続していくんじゃないかなと僕は思っております。 はい、でここからですねニュース中心に見ていきたいと思うんですけれども、えまずはこちらからいきたいと思いますえ。プーチンさんがですね、ヨーロッパ諸国まあ、EU ですね、EU に対して我々から原油及よび天然ガスを買うのであればドルはもうダメです、ユーロももうダメです、ルーブル使ってくださいっていうことにですね言い始めましたと。でこれは非常にここ最近ルーブルの需要が まああの低くなってしまってというかルーブル売りっていうのが加速したことによってまあ急激なですねルーブルのルーブル安ですねがえ起きていますと。でそれをまあ解消というかあの逆の動きを促すためにまあやつらにルーブルを買わせようみたいな感じであのまあこういったことをですね今行っているわけなんですけれどもまあそれの対応策として今アメリカと EU がですねまあ共同でまあこのエネルギーとかに関してのまあ協定を結んでまあ金曜日に今合意をするというふうに言われているんですが。 アメリカがですね天然ガスおよび石油をヨーロッパ諸国に輸出しますよと。なのでロシアから買わないようにっていうところを今計画して話をしているわけなんですけれども別の観点からするとこういったところの状況もある程度見込んでアメリカっていうのはロシアに対して制裁になんなりなんだりっていうのを結構意図的にやってたりもするのかなと思って結構そのヨーロッパの方の物価上昇の可能性がこういったところもあってさらに高まっていくと。 で、そうすることによってまあ、アメリカがまあ、自分たちの経済も。もちろん、あのロシアに対して制裁をすることによって、まあ、一定程度まダメージは受けるにせよ。まあ、こういったエネルギー供給からまあ、比較的あのダメージはまあ小さく済むっていうところはまあ、なきにしもあらず、なんじゃないかなと思っております。で、まあ、これは仮想通貨の方でもちょっと言ったんですけれども、やっぱりこうなってくるとヨーロッパ諸国の方がですね。非常に。 まあ、あのインフレの影響を強くというか経済に対してダメージっていう観点でもまあ受けやすいとそういったこともあるので、まあ、これまで結構ですね今年というか去年の年末もそうですけれどもヨーロッパの方の方株が強かっっったたととて結構あったと思うんですよねでやっぱりこういった状況になってくるとそのグローバルのどこの株を買うのかっていうふうになった時に、まあ、よりその控え比較的にアメリカの株価を先行して 買うという動きはまた強くなってくる出てくるんじゃないかなと思うのでそのアメリカの株式単体でのパフォーマンスがどうかっていうところよりも比較してどうかっていうところが結構重要になってくる要素としても今後注目されてくると思うのでそういった点でもマーケットを見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、で続いてのニューススなんですけれどもイギリスがです、ね、輸入した 原油に対して通常であれば税金を貸して民間に流せるようにまああの税金をかけているんですがこれをですね税金をマカットしますよということを発表しておりますでこれはリビングコストまあ生活費をですねあの圧迫しないようにまあ圧迫というかその高くなりすぎないようにまあいわゆるその減税と同じ効果があることをイギリスの政府はやるということなんですけれどもまあこれに伴ってやっぱりその非常に気になるのがまあイギリスの財政ではあるんですが。 まあそれはまあ一旦置いておいて、まあ、今回やっぱりその自国のインフレをまあしっかりと抑えるっていうところもまあ,あると思うんですけれどもこの文脈的にはやっぱり GDP の成長率というところを下,せし下支えしたいといいととうのは非常に強くあるんだと思いますでこれはおそらくヨーロッパ諸国ですね各国同じようなことを考えているもしくはやってくるかと思いますし、まあ、アメリカの方でも本当にいざとなったらまあこういうようなことも対応しなきゃいけないという覚悟があり一定程度。 あるんじゃなないいかなと思いますがやっぱりですねヨーロッパの方がこういったことを先行してやってるっていうことはやっぱりいかにヨーロッパの経済がこのロシアウクライナ問題で打撃を受けてるかというところになってくるかと思うので、まあ、さっきの相対的なパフォーマンスという観点でも結構面白いニュースなんじゃないかなと思っております。はい、でここからブルンバーグ見ていきたいと思うんですけれどもここ一番上にあるのが先ほど皆さんと一緒に見させていただいた。 ニュースですねあとはちょっとあのこういったロシアウクライナとかっていうところから離れてみると今中国株が非常に注目されていたりとかしてるんじゃないかなと思うんですけれどもここ最近ですねものすごくパフォーマンスがずっと良かったまあ中国ですねのヘッジファンドがあるんですけどまあ香港かなヘッジファンドがあるんですけれどもまあそこがですね今あの中国株がものすごく歴史的に 安い水準になっているので、まあ、そこをどん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 今買っていきたいんですけれども、まあ、今もう手元にもうもっと買いたいんだけど追加資金がないよみたいな感じで、まあ、今後さらに資金調達を行いますというのがニュースとしてなっていましたでこれはやっぱりですねあのまあチャート見てもそうだなと実際に思うんですけれども明らかにまあ明らかにっていうとおかしいですねものすごくとりあえず ちょっと前ととと前比べるとものすごく安いと去年とかと比べるとものすごく安くなっているので、まあ、デリップでしっかりと買っていくもしくはその政府が今後株式マーケットに対して手こ入れをしていくという材料もありますので、まあ、そういった政策に乗っていく形でパフォーマンスしっかり出るということも想定をして買っていきたいということらしいんですけれども、まあ、そういったところに。 ま、資金がどれだけ集まるのかっていうところも注目したいなと思ってますし。しまあ、やっぱりその中国国内のファンドが実際にこういった株を買うっていうのは結構興味深い動きだと思ってます。やっぱりより中国のことだったりとかを分かってる人たちがまあ、中国株安いよね。じゃあもっと買おうみたいになっているって言うのは、あのまあ他の国の人たちがよりまあ参考にするっていうか。あのまあ。 どういう観点で彼ら分析しているとか、まあ、彼らはどういう観点で買ってるか、まあ、より中国のことを分かってるから買えるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、そういったところも一定程度参考になるんじゃのほかのニュース、まあ、ロイターからちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、やっぱりここ最近の非常に大きなニュースというか今後注目されているポイントとして、まあ、インフレもしくはフェットがですねどういうふうに対応していくかっていうポイントがあると思うんですけれども。 FED のま当局者っていうのはあのまあ、各連銀総裁のことなんですけれども、5月に50ベースの利上げっていうところをまあ、非常に強く視野に入れていると、でかつバランスシートの縮小も同時並行で行っていくべきなんじゃないかっていうことを言っています。まあ、ちょっとですね中身見ていきたいと思うんですけれども、まあ、いくつかのまあ、誰がっていうのもま重要なんですけれども、総裁としてはですね、まあ複数回の0.5ポイントの利上げも 視野に入れていると、まあ、つまり例えばですけれども次の5月6月両方のタイミングで50ベースずつ上げるということも、まあ、全然可能性としてはあるよねと。やっぱりあとはこの中で言われているのは後々になって50ベースドーンって上げるというよりもまず最初に50ベース上げといてその状況を見てからまた必要であれば50ベースやろうみたいな感じで、まあ、結構先行で。 先に挙げてておいた方がいいいいたががんじゃないかっていう意見が結構強く出てますでこれまあ一つ驚きというほどでもないんですけれどもこのサンフランシスコ連銀のデイリー総裁に関してはですねそんなにタカ派的なその利上げしましょうみたいな人ではないんですよね。でこの人ですらですねデータで必要があると示されればという条件付きでは言っているものの5月の FOMC での50ベースの利上げに関しては結構前向きである。でかつ バランスシート縮小に着手することも前向きという認識を示したということなので、その50ベース利上げして、かつまあ、qt をさらに同時並行でやっていくっていうのっていうのは結構多価的な発言だと思うんですね。なので、最低50ベースの利上げっていうのは、もう次の5月に見込まれるんじゃないかなというふうに僕は思っております。 はいでまあ、一番タカ的に発言をするのはです、ね、このセントルイスレンギ銀ン総裁の、まあ、ブラードさんなんですけれども、まあ、当然彼もです、ね、同じようなことを言っていたりとか、まあ、より大きくより早いペースで利上げをしていかないということを利上げをしていかないといけないということを、まあ、言っているという形ですね。まあはいまあ、一応あのインフレににに対しては春にさらに上昇するものの 来年には抑制される可能性があるという見通しも示したというふうにあるんですが、まあ、この来年の話っていうのは正直全然分かんないことなので、まあ、この辺りを、まあ、あの織り込むっていうことは正直マーケットは今のところはないんじゃないかなと思っております。はい、あとは最後にアメリカがですね中国に対して警告という意味で中国がロシアに半導体をですね提供するのであれば輸出の規制を することによって中国に対してまあある意味その制裁みたいな感じで対応していきますよということをですね発表しておりました。でこれはやっぱりそのあの半導体がいかに今の。 市場環境というかあの,経済の中で重要化っていうのを示しているポイントにもなるんじゃないかなと思いますし、まあ、こういったニュースが出ている限り今まあ半導体銘柄結構で結構、ね、厳しいあの株価のパフォーマンスではある一方で、まあ、長期的にやはりものすごく可能性がある発展産業だなというところは、まあ、あの感じられるとは思うのでやっぱり半導体に関してはまあ中長期で必ず持っていたいなと思うセクターでは今回改めてあのまあ認識というか 確認させられたた内容だったかなと思っておりますはいということで皆さんいかがでしたでしょうか非常に連日ですね結構もう似たようなところが焦点になっていてなかなかその進展をしている感じは全然ないんですけれどもやっぱりそのリスクセンチメントっていうところを考えた時にまあずっと上がってますけれどもあのボ,ラボリューム感だったりとかまああとは市場のニュースおよび 各 FOMC のイベントでの利上げの織り込み具合っていうところを見てみると、まあ、僕は僕はこの上昇に、まあ、ついていきたくないなとであと結構コメントでこの上昇に乗れなかったっていうことに対して、まあ、少し悔やんでる声も頂い,いているというかあの記載されていましたけれども、まあ、あのまあ結果論だと思いますし今後将来的にどうなっていくか分かんないと思うんですが、まあ、やっぱり自分がなぜその決断をして えしたかというところはまあ非常に一つ重要でなぜどういったことがその決断の要因となってそうしたのかっていうのを一つ一つひ紐解いていくことで自分の,その行動の,あの理由とかそういったところをまあしっかりと分析をしてそれがいい悪いとかじゃなくてあじゃあ次はもう少しこの辺りが見れてなかったなとかこういった要素も次見るようにするとどう自分の行動が変わるんだろうとかっていうのを考えながら投資の まあそのをより増やしてていいいいいくとといいんじゃないかなか思っています、まあ、そのわ上昇取れなかったっていうところで終わるんじゃなくて、まあ、次の改善ポイントをどこかっていうのをまあ探っていくっていうことですね。はいまあ、これは全然あの今後継続して投資をやっていくと思うので、まあ、必要というかやっておくことでさらに自分の中でより良い視点というものが見つかると思いますし投資家として活動していく上で。 まあそういったものを繰り返しやっていくことで、まあ、より成熟したあの投資家になっていけるんじゃないかなと、まあ、僕もあのそういったことも毎日毎日やっているんですが、まあ、いくらやってもですねあの正直100%どんな時にも勝てる人っていうのはいないというかあの、まあ、と思うので、まあ、何か間違えたもしくは自分が失敗したというところのディシジョンに決断にあの、まあ、したとしても、まあ、それを忘れてじゃないんですけれども、まあ、次に。 生かしていけるようにまあ、どう考えるかっていうところもまあ、メンタルの面でどう切り替えていくかっていうのも非常に重要なポイントかなと思います。はい、ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。